ネットです福島県民参加型の福テレソラネットでございます、はい、皆さんからですねたくさん情報を頂い,いて、えー、それをもとに構成をさせていただいておりますけれども、えー、まずはまあ暑かったよねっていうニュースからお伝えをしたいと思うんですが、き昨日の雨で元気になったものがあります、な、うん何だと思います、葉っぱそう草木ね、はい、<laughs> 特にやっぱりアジサイですよ。うん この時期やっぱりね雨が降ると途端に元気を取り戻す、うん、これがアジサイの特徴なんですが、はい、え三島八幡神社では昨日の雨でアジサイたちが元気を取り戻し生き生きと輝いておりましたそしてこちらトマトも育ってきたあ<ー>、ね、だん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 赤い色とかついてくるんでしょうね、うん、そしてズッキーニの花えー、こんな大きいの大きい花なんです、えー、派手な花なんですよねそしてこれ<ん>何かわかりますサボテンの花,サボテンの花 ほんの小さな出来事に、うん、知ってます？わかんない。わ <laughs> かんないんだほら。サボテンの穴。わかんない。1993年ですか。はい。93生まれる前です、ね。生まれる前。はい、これジェネレーションギャップですね。はい、ちなみにボーカルのザイさんは福岡市身です、ね。<laughs> あ,あ、そうなんですね、えー。覚えておいてくださいね。はい、勉強勉強。えー、そして今日はですね、抜けるような青空が広がりました。なんかね、やっぱり空が澄んでるんですよ。それぐらい上空が乾燥していた。会津若松も そして福島の空もこんな感じでも太陽を遮る雲が全然ないから気温が本当に上がりましたね、はい、最高気温見てみましょうか、えー、30度を超えてまいりましたでも湿度が低かったので、ねはい、あのこの後夜になるとまた涼しくなるまだまだですね、真夏本番の暑さというわけではないんですが暑くなったので、はい、てんてんてん はいということで、今週はですね、市町村ウィーク西会津町ということで、1週間たっぷりとお伝えしています、水曜日は斉藤さん、ソラネットでもお伝えするということでそう、昔懐かしの西会津のニュースなんですが、はい、今日は暑いので、はいこちらでございます、雪の映像をお伝えしますえ雪いや、暑いから暑い映像じゃないくて <laughs> 暑いから皆さんに量をあ涼を涼んでもらいたいんですが、これがね、結構ね、<laughs> うん、衝撃的ですよ、このニュース。雪 はい、すごい衝撃的、うんうん、ご覧くださいこちらは1980年3月の西会津町です雪が積もった国道49号線ののり面を男たちが登ってます、うん、で何やら雪に穴を開けてますよ、うんはい、そして筒状の何かをその穴に装填る中 爆は十秒前。五、四、三、二、一、ゼロ。爆破。えー、何だと思います、高家さんこれ。雪花火？いやいや花火じゃないの。これですね、実は人工なだれのニュース。えー、人工的になだれを起こしてるんですよ。はい。 なぜ人工雪崩を起こしたのかといいますと、うん、こちらでございます<え>前層流れの春先は危険性があるのであの人技的にわざと雪崩を発生させてそのリスクを除去するってことやと。はあ<ー>でしょう <laughs> でもね最近あんまりねや昔結構やってたんですが<ー>最近あんまりやってない。はい、今はどうしたのかとといますと あのやっぱりねスノージェットとかなだれ防止策なんかのあの対策が進むようになって実施されなくなった。うんはあ、まあこれはいいことですよね。はい、まあこうやって昔からですねなだれのリスクからですねいろんな方法でリスクをヘッジしてた、うん、あの防,防災していたということなんですよね。うん、もう一つ今日西海ズのニュース。西海ズってねニュース映像の宝庫でした。<laughs> こちらでございます。はい、西海ズの ならではのマラソン大会。マラソン大会。日本一足に豆ができる大会が存在してた。どうやったらできるっけ足に。<laughs> はい、用意スタート。スタート。ート普通のマラソンに見えますよね。うん、でも足元見てください。わかります。<laughs> 下駄なんですよ。下駄これ1989年に放送されたえっ、ー、と開催されました第一回切りゲタマラソン。すごい。 下駄だから靴ずれならぬはい下駄ずれが起きてるそうですよねこれで走ったらところで西会津で下駄を履いたマラソン大会なぜ行われていたんでしょうかこれねピンとくる方はピンとくると思います、はい、西会津の名産が実は 霧なんですよ<ー>戦前から霧の産地でいい霧が取れるので、うん、全国から霧材職人が移住してきた<ー>やっぱりねあの西会津って今でも移住の方たくさんいらっしゃって、うん、いろんな文化を取り込むっていうそういうあの風潮があるんですが、はい、まさに昔からこういうことをやられていたということなんですよね霧屋さんを閉ざ,す閉ざされないように当時の町長が帰国した,帰国した<ー>ところが最近あんまりニュースで聞かないですよね、うん、見たことなかったです霧 走ると転んで怪我する。いやもう本当におっしゃる通りではありますね。<laughs> 2011年で中止になって現在は切りげた投げ全国大会をえ毎年秋に実施中本当に試合とか面白いですよね。参加してみたいですね。ぜひ参加してください。あのニュースで伝えていただきたいというふうに思います。さて明日の天気ですけれどもこちらの風情のある映像で明日の天気紹介したいと思います。こちらです。いいですね。 えー、風鈴でございますけど、今日は風鈴の音、響いたんじゃないでしょうか。うん、というのも、こちらでございます、えー、実は西会津には、汽笛がはっきり聞こえると、明日は晴れっていう、そういうことわざがある、えーはい、これ、音がはっきり聞こえると、なんで明日の天気が晴れるのかというと、うん、こちらです、湿度が低いと音はクリアに聞こえる、えー、だから湿度が低いと晴天が続くことが多いから、昔の人は汽笛の音とか、 こういう音で天気予報をやっていた。それに気づくっていうのが本当にすごいですよ、ね。まあそれぐらい今のような気象衛星もね雨だすもないのでこういうことで五感をでね、えー、鋭読して天気を予測していたということになります。<ー>それでは明日晴れるのか、うん、明日の天気です。晴れます。晴れます。 そして最小湿度もやっぱり低いんですよね、<laughs> 20%台になります、えー、朝は非常に涼しい風が吹くんですが、昼前にあっという間に気温が上がって30度超え、えー、散歩、畑作業は早朝にお願いします、そして中通りの北部です、ずいぶん気温差があるんですよ、うん、福,島20福島盆地20度の気温差ってというもありますね、国見郡なんて朝12度だから、うん、これ、窓開けてたら風邪ひいちゃいますよ。 そうですねで確かにで,で昼前にあっという間に30度を超えてくるということですさまじい気温差ということになりますこの気温差が自律神経をあのよくなくさせますので明日は熱中症、きょう以上に気をつけてください、羊羊フェーン、南東の熱風が吹き込みますのでもしかしたら伊達は35度いくかもしれませんそして、えー、中通りの中部です、快晴で空気中の湿気が少ないその上にあさって夏至で太陽の南中高度が高いんで明日、紫外線。 今年一番かもあ<っ>なんか対策取ってますか日焼け止めとあの日傘を持って歩いてます、はい、お願いします、はい、明日はより一層お願いしますそして中通りの南部です大気が極めて安定しますのでいくら暑くなっても夕立ちさえもない天気なんですよねですから水まきとかお庭きちんとするようにしてください浜通りです実は今の季節が最も年間で波の低い海が穏やかな季節です明日も波の高さ1メートルの後1.5メートルでございます さあ梅雨入りカウントダウンなんですけども、はい、えー、この時期になるとですね、うん、とっても綺麗なものが見られるんですよ。とっても綺麗なもの。はい。なんでしょう。こちら見てみましょう。はい。視聴者の方が撮っていただいた。わかりますこれ。え？ホタルなんですよ。ホタルこんなくっきりなんだ。くっきり映像で視聴者の方々が撮られてくれた。<ー>これ白川の方が撮ってくれたんですが。 あの二十二日土曜日に北相津町で蛍祭りがあります。えー、で二十一日金曜日からは氷でも蛍祭りがあるということなんですよね。うん、で実は蛍が見られるっていうのは条件があって、うん、どんな条件かというと風が弱い。で蛍って光に反応するんだって。はい、だから光ってると明るいと出てこない。うん、残念ながらね土曜日ね満月なんですよ。<あ>そこがちょっとマイナスだけど <laughs>、うん、風が弱くて曇って蒸し暑ければ。 ホタルは見られるよねっていう話になります<ー>さあじゃあ土曜日週末どうなるのか見てみましょうか、はいえー、まずあさって金曜日も暑さが続きます夕方この日ホタル出ますよ<あ>土曜日も大丈夫、うん、そして梅雨前線北上してくるんで蒸し暑いだから土曜日は満月だけど最高のホタル日和にホタル日和ホタル出てきますので <laughs>、うんえー、ぜひですね氷や北アイズ出かけてみてください、うん、そして梅雨入りですけれども 二十三日日曜日、いよいよバイオ前線北上してきます。で、このタイミングでどうも梅雨入りの可能性高いと思いますね。はい、で、梅雨入りそのしたひした日にですね、これ強い雨、大雨のリスクも二十三日日曜日出てきましたんで、これは明日以降も伝えていきたいと思います。その後月曜日、火曜日どうですか、古賀さん、バイオ前線？停滞してます、ね。そうなんです。だからいよいよ梅雨雨の季節が近づいているということになります。週間予報です。 ということで週末土曜日の晴れっていうのはすごい貴重ですのでしっかりと梅雨自宅をしていただきたいと思いますいよいよ梅雨入りします一区はこちら熱風に鈴の音のみの涼しさや福テレソラネットでした